あと2問だ。はい、いきます。橋脚付近の明暗で何度か単発ボイルをしており、ベイトは白っぽいマイクロベイトでした。ボイルした付近や明暗をゼッパー80、トレイシー15、ジョリティ15、コアマン VJ16 を通したのですが、当たりもしませんでした。王将で艦長からの上げでした。どのルアーを使い、どのように攻めれば良いでしょうか。まあ時期が書いてないけど、ベイトが白っぽいマイクロベイト。むしろ、これはトップだったと思いますね。人生で一番釣ってんのは、大野ゆきとやったオルタネイティブってブランドのフラグマ90ってルアーが、このパターンだと一番釣ってて、まあ、白パターン最強の一つ。それから、まあ、今売ってて買いやすいのだったら、まあ、TKLM を、かなり難しいけど、あんまり動かさない、引き波出しすぎない感じで上で使っても出るし、大野行きのソラリアとかも、まあ、大野くんがね、白パターンうまいんで、彼のルアーに結構答えがあるのが多いですかね。はい。で、ガボッツ6号とか、届くならガボッツ6号なんかもめっぽう強いです。だから、今の小物 60?50?70? なんかあったよね。65? あれ、そんなのがありますよね。それもいいし、まあ、その辺かな。トップですね。で、実際、ベイトが見えるんだったら、なんかベイトが、ちっちゃいベイトが、こう、波紋が、こう、バチと違って、ちっちゃい波紋が、こう、小魚の群れで、シャワシャワした、ふわふわしたやつがあると思うんですよね。それにね、出てる時が確認できんなら、そのシャラシャラ感を一つのルアーしかないんだけど、合わせると結構釣れますんで、意外とウェイク系、あ、コモ通6号ありがとうございます。白たぬきさん。コモツ6号とかガボツ6号なんかがそれ合わせられるんですよね。あとね、フラグマも、フラグマ背中とリップが2つ出るんで、こう V 字が2つ出て、その白のシャラシャラ感抜群に出せたんで、すごい良かったし、あ、見せようと思ったら後ろに落ちちゃったから、やめました。この裏に落ちちゃった。まさに3日前、それでランカー近いのを撮ったんですよ。それも同じようにシャラシャラって水面引いてた時に、そういう波紋が出るルアーで、まだ名前も決まってないルアーがあるんですけど、そういうのでね、トップで、水面直下とトップで出せると思います。